ウルツブルグ、ウルツブルグは第二次世界大戦時ドイツで空軍、陸軍向けに開発された地上設置型の対空レーダーである。1940年から運用を開始し4000機が生産された。故障は都市名ビュルツブルグに由来するプロジェクトリーダーであるビルヘルムルンゲは都市名に基づく命名を好んだ。日本では本機を ウルツブルグと呼ぶことが多く、本校のタイトルもそれに基づく。1934年1月、テレフン券社は、ドイツのレーダー研究者である、ドイツ海軍通信研究所の、ルドルフ・キューンホルト博士やマイクロ派の専門家である、ハンス・ホルマン博士が研究している早期警戒、レーダーに関して会談した。しかし、テレフン,ン側の研究責任者である、ビルヘルム・ルンゲ博士は、 SF の息を出ていないアイデアだと判断し、関心を持たなかった。開発者たちは、独自に、ゲマ、ゲゼルシャフト FR、アレクトルフスティシャウンとマシャニシャアッパラテを設立し、その後ローレンツ社と協力して、フライヤー、フレイヤーレーダーと贅沢と、シートクトダーを開発した。1935年春、ゲマの成功により、レーダーが実現可能なことがわかると、ルンゲ博士はすぐに、 テレフン検査で独自のレーダーシステムの開発プロジェクトを立ち上げた。ローレンツ社が早期警戒レーダーの開発で一歩先を進んでいたため、テレフン検査のチームは短距離の射撃標準システムに集中して取り組むことにした。その年の夏に試験を行い、波長 50cm600MHz の電波を使い目標、ユンカースジュ52から強い反射が得られた。 次の年の夏、ダルムスタット、ドムスタットと称する試作機を完成させた。精度は 5km で 50m だった。照準には十分ではなかった。1938年末、開発は空軍に移管された。いくつかの基本的なウルツブルグシステムが存在した。最初に開発されたウルツブルグ A は、手動式で目標をピンポイントで捉えるにはオシロスコープを見ながら、 最も電波が強い点を判断する必要あった。信号の強さ自体はすぐ変化するため目標を正確に捉え続けるのは難しかった。ウルツブルグ D 型が1941年に導入された。これは円錐操作式でパラボラの焦点からわずかにオフセットさせたアンテナを内蔵したカール・クアールと呼ばれる受信部を 25Hz で高速回転させ、 最も電波が強いポイントを検出できた。この D 型でも、レーダのみでの射撃完成には十分な標準精度とは言えず、より精度の高いウルツブルグリーゼ、ベルゼバークリエセ、リーゼは、巨大の意が開発された。基本は D 型と同じ装置を用い、パラボラアンテナを7.4メートルの大きさに、回送信出力をより高くしたもので、作的距離は70キロメートルに達した。 水平軸の精度は0.2度、上下方向は0.1度であり、標準には十分な精度だった。装置は大きすぎて、トラックトレーラーでは運搬できず、鉄道で移動可能なウルツブルグリーゼ E が開発された。これは1500機が生産された。さらに出力が1 6 0ットに改良された、ウルツブルグリーゼギガントも計画されたが生産には至らなかった。戦後は、 電波望遠鏡に改装されて、電波天文学の観測に用いられたものもある。敵国であったイギリスは、ドイツのレーダー技術の核となる部分を、実力行使によって入手することを企図し、1942年2月27日にを実行して、ウルツブルグの部品と操作員、通信兵の確保に成功した。 県独潜水艦作戦の一環として1942年8月22日に、ドイツ占領下のローリアンから日本へ向けて、以後第30潜水艦に積載されて出航したものの、10月13日に、シンガポールで出航直後に食雷により沈没し、失われた。1943年6月16日に、フランスボルドーのドイツ潜水艦基地から佐竹近似。 陸軍中佐とテレフン検査からハインリッヒホーデルス、ハインリッヒホーダースが乗船したルイージトレンリ号とキハラ2が乗船し、三代のウルツブルグと図面が積まれたバルバリー5号の2隻のイタリア潜水艦が日本へ向けて出航した。バルバリー5号は1943年6月24日にスペイン沖で英国海軍の哨戒機の攻撃を受け沈没したため、レーダーと図面は 再度失われてしまったものの、佐竹とフォーデルスが乗ったルイージトレンディ号は8月30日にシンガポールに入港して佐竹とフォーデルスは空路で福岡に向か9月13日に東京に到着して陸軍玉技術研究所から旗をただし大,大佐、兵器行政本部の吉永義孫中佐、海軍の伊藤伊佐鬼が出迎え、 日本無線三鷹工場敷地内に設けた玉技術研究処分室でフォーデルス技からレーダー技術の指導を受けたがレーダーの実物と図面類を失ったため開発ができず陸軍はフォーデルスの指導を得てウルツブルグの技術を取り入れて立ち4号を改良した4000台が製造されたレーダーの探知距離を伸ばすために テレフン検査によって開発された周波数 600MHz、出力 15kW の送信管 LS180 を搭載した。赤外線を併用したものの、うまく操作できず実践配備されなかった。ローブスイッチング機能を備えて目標を捉えることが容易になり、1940年5月にウルツブルグ C を装備する後車砲が S 線で戦果を上げると、 すべての降射砲に装備された。1941年にコニカルスキャン機能を備えることで水平方向の精度が2度、垂直方向の精度が3度に向上したウルツブルグ D が開発された。スカイ独占水管作戦で日本に技術導入された。ウルツブルグ D は夜間戦闘用としては探知距離が短すぎたので探知距離を伸ばし、 探知精度を向上させるためにパラボラアンテナの直径を7.4メートルに拡大したことで、探知距離は78キロメートルに伸び、距離精度15メートル、水平方向の精度は0.36度、高さ方向の精度は0.9度に向上した、ウルツブルグ、リーゼフームグ65が開発され、ベルリン近くの高射砲部隊に配備された。輸送には適さなかったので鉄道で移動可能な、 ウルツブルグリーゼ E が開発され、1500機が生産され、さらに出力が1 6 0ットに改良された、ウルツブルグリーゼギガントも計画されたが生産には至らなかった。独、仏沿岸に配備して、英仏海峡の警戒に使用された防空レーダー網ーで、早期警戒レーダーフレイヤー1台と射撃制御、レーダーウルツブルグ2台で構成された。チャフを巻いて、 レーダーを無力化しようとする試みに対して、ドップラー効果を応用して静止している物体と移動する物体を識別する技術。テレフン検査の技術者が目を閉じて手に持った針を地図に刺したところがドイツのビュルツブルグ氏だったのでこの名になったとされる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。